マラキ書第一章。マラキによってイスラエルに臨んだ主の言葉の託宣。主は言われる。私はあなた方を愛したと。ところがあなた方は言う。あなたはどんな風に我々を愛されたか。主は言われる。エサウはヤコブの兄ではないか。しかし私はヤコブを愛し、エサウを憎んだ。かつ私は彼の山地を荒らし、その修行を荒野の山犬に与えた。もしエドムが、我々は滅ぼされたけれども、荒れたところを再び建てるというならば、万軍の主は、彼らは建てるかもしれない。しかし私はそれを倒す。人々は彼らを悪しき国と唱え、とこしえに主の怒りを受ける民と唱えると言われる。あなた方の目はこれを見て、主はイスラエルの境を越えて大いなる神であるというであろう。子はその父を敬い、しもべはその主人を敬う。それで私がもし父であるならば、あなた方の私を敬う事実がどこにあるか。私がもし主人であるならば、私を恐れる事実がどこにあるか。私の名を侮る祭司たちよ、と万軍の主はあなた方に言われる。ところがあなた方は、我々はどんな風にあなたの名を侮ったかと言い、汚れた食物を私の祭壇の上に捧げる。またあなた方は、主の代は癒しむべきものであると考えて、我々はどんな風にそれを汚したかという。あなた方が盲目の獣を犠牲に捧げるのは悪いことではないか。また足のなえた者、やめる者を捧げるのは悪いことではないか。今これをあなたの司に捧げてみよ。彼はあなたを喜び、あなたを受け入れるであろうかと万軍の主は言われる。あなた方は、神が我々を憐れまれるように、神の恵みを求めてみよう。このようなあなた方の手の捧げ物をもって、彼はあなた方を受け入れられるであろうかと、万軍の主は言われる。あなた方が我が祭壇の上にいたずらに火を焚くことのないように、戸を閉じる者があなた方のうちに一人あったらいいのだが、私はあなた方を喜ばない。またあなた方の手から捧げ物を受けないと万軍の主は言われる。日の出るところから没するところまで、国々のうちに我が名は崇められている。またどこでも香と清い捧げ物が我が名のために捧げられる。これは我が名が国々のうちに崇められているからであると万軍の主は言われる。ところがあなた方は、主の代は汚れている。またこの食物は癒しむべきものであると言って、これを汚した。あなた方はまた、これはなんと煩わしいことかと言って、私を鼻であしらうと万軍の主は言われる。あなた方はまた、奪ったもの、足ないのもの、やめるものを捧げ物として携えてくる。私はそれをあなた方の手から受けるであろうかと主は言われる。群れのうちにオスの獣があり、それを捧げると誓いを立てているのに、傷のあるものを主に捧げる偽り者は呪われる。私は大いなる王で、我が名は国々のうちに恐れられるべきであると万軍の主は言われる。マラキ書第二章。祭司たちよ、今この命令があなた方に与えられる。万軍の主は言われる。あなた方がもし聞き従わず、またこれを心に留めず、我が名に栄光を期さないならば、私はあなた方の上に呪いを送り、またあなた方の祝福を呪いに変える。あなた方はこれを心に留めないので、私はすでにこれを呪った。見よ、私はあなた方の子孫を責める。またあなた方の犠牲の糞をあなた方の顔の上に撒き散らし、
あなた方を私の前から退ける。こうして私がこの命令をあなた方に与えたのは、レビと結んだ我が契約が保たれるためであることをあなた方が知るためであると万軍の主は言われる。彼と結んだ我が契約は生命と平安との契約であって、私がこれを彼に与えたのは、彼に私を恐れさせるためである。彼はすでに私を恐れ、我が名の前におののいた。彼の口には誠の律法があり、その唇には不義が見られなかった。彼は平安と公義とをもって私と共に歩み、また多くの人を不義から立ち返らせた。祭司の唇は知識を保ち、人々が彼の口から律法を尋ねるのが当然である。彼は万軍の主の使者だからだ。ところがあなた方は道を離れ、多くの人を教えてつまずかせ、レビの契約を破ったと万軍の主は言われる。あなた方は私の道を守らず、律法を教えるにあたって人に偏ったがために、あなた方をすべての民の前に侮られ、癒しめられるようにする。我々の父は皆一つではないか。我々を作った神は一つではないか。何故我々は先祖たちの契約を破って、おのおのその兄弟に偽りを行うのか。ユダは偽りを行い、イスラエル及びエルサレムの中には憎むべきことが行われた。すなわちユダは、主が愛しておられる聖女を汚して、他の神に仕える女をめとった。どうか主がこうしたことを行う人をば、証言する者も、答弁する者も、また万軍の主に捧げ物をする者をも、ヤコブの幕屋から断たれるように。あなた方はまたこのようなことをする。すなわち、神がもはや捧げ物を顧みず、またこれをあなた方の手から喜んで受けられないために、あなた方は涙と泣くことと嘆きと思って主の祭壇を覆い、なぜ神は受けられないのかと尋ねる。これは主があなたとあなたの若い時の妻との間の契約の証人だったからである。彼女はあなたの連れ合い、契約によるあなたの妻であるのに、あなたは彼女を裏切った。一つ神は我々のために命の霊を作り、これを支えられたではないか。彼は何を望まれるか。神を敬う子孫であるゆえ、あなた方は自ら慎んで、その若い時の妻を裏切ってはならない。イスラエルの神、主は言われる。私は離縁する者を憎み、また知恵たげをもってその衣を覆う人を憎むと、万軍の主は言われる。故に自ら慎んで裏切ることをしてはならない。あなた方は言葉をもって主を煩わした。しかしあなた方は言う。我々はどんな風に彼を煩わしたか。それはあなた方がすべて悪を行う者は主の目によく見え、かつ彼に喜ばれると言い、また裁きを行う神はどこにあるかというからである。マラキ書第三章。見よ、私は我が使者を遣わす。彼は私の前に道を備える。またあなた方が求めるところの主は、たちまちその宮に来る。見よ、あなた方の喜ぶ契約の使者が来ると、万軍の主が言われる。その来る日には、誰が耐えよう。その現れる時には、誰が立ち得よう。彼は金を吹き分ける者の火のようであり、布さらしの悪のようである。彼は銀を吹き分けて清める者のように座して、レビの子孫を清め、金銀のように彼らを清める。そして彼らは義を持って捧げ物を主に捧げる。その時、ユダとエルサレムとの捧げ物は、昔の日のように、また先の年のように、主に喜ばれる。そして私はあなた方に近づいて、裁きをなし、
占い者、勧誘を行う者、偽りの誓いをなす者に向かい、雇い人の賃金をかすめ、やもめとみなしごとを教えたげ、気流の他国人を押しのけ、私を恐れない者どもに向かって、速やかに証を立てると万軍の主は言われる。主なる私は変わることがない。それゆえヤコブの子らよ、あなた方は滅ぼされない。あなた方はその先祖の日から、我が定めを離れて、これを守らなかった。私に帰れ、私はあなた方に帰ろうと、万軍の主は言われる。ところがあなた方は、我々はどうして帰ろうかと尋ねる。人は神のものを盗むことをするだろうか。しかしあなた方は私のものを盗んでいる。あなた方はまた、どうして我々はあなたのものを盗んでいるのかという。十分の一と捧げ物をもってである。あなた方は呪いをもって呪われる。あなた方すべての国民は私のものを盗んでいるからである。私の宮に食物のあるように、十分の一全部を私の蔵に携えてきなさい。これをもって私を試み、私が天の窓を開いて、あふれる恵みをあなた方に注ぐか否かを見なさいと万軍の主は言われる。私は食い滅ぼす者をあなた方のために抑えて、あなた方の地の産物を滅ぼさないようにしよう。またあなた方のブドウの木がその熟する前にその実を畑に落とすことのないようにしようと万軍の主は言われる。こうして万国の人はあなた方を祝福されたものと唱えるであろう。あなた方は楽しい地となるからであると万軍の主は言われる。主は言われる。あなた方は言葉を激しくして私に逆らった。しかもあなた方は、我々はあなたに逆らってどんなことを言ったかという。あなた方は言った。神に仕えることはつまらない。我々がその命令を守り、かつ万軍の主の前に悲しんで歩いたからといって何の益があるか。今我々は高ぶる者を祝福された者と思う。悪を行う者は栄えるばかりでなく、神を試みても罰せられない。その時、主を恐れる者は互いに語った。主は耳を傾けてこれを聞かれた。そして主を恐れる者、およびその名を心に留めている者のために、主の前に一つの覚書が記された。万軍の主は言われる。彼らは私が手を下してことを行う日に、私のものとなり、私の宝となる。また人が自分に仕える子を憐れむように、私は彼らを憐れむ。その時あなた方は、再び義人と悪人、神に仕える者と仕えない者との区別を知るようになる。マラキ書第四章。万軍の主は言われる。見よ、炉のように燃える日が来る。その時、すべて高ぶる者と悪を行う者とは、藁のようになる。その来る日は、彼らを焼き尽くして、根も枝も残さない。しかし、我が名を恐れるあなた方には、義の太陽が昇り、その翼には癒す力を備えている。あなた方は牛舎から出る子牛のように外に出て飛び跳ねる。また、あなた方は悪人を踏みつけ、私がことを行う日に、彼らはあなた方の足の裏の下にあって、灰のようになると万軍の主は言われる。あなた方は我がしもべモーセの律法、すなわち私がホレブでイスラエル全体のために彼に命じた定めと掟とを覚えよう。見よ、主の大いなる恐るべき日が来る前に、私は預言者エリアをあなた方に使わす。彼は父の心をその子供たちに向けさせ、子供たちの心をその父に向けさせる。これは私が来て、呪いをもってこの国を打つことのないようにするためである。